なんで今日はこの高級車に乗って、まあ、都内をぐるぐるこう散策しちゃおうかなっていうふうに思います。っていうのは嘘で、11時から今日オタゲ撮影があるんですよ。深夜撮影があるんですけど、時間的に間に合いそうになかったのでタクシーを探してたんですけど、タクシーも全然捕まらなかったので、でどうしようかなと思ってちょっといろいろネットで探してたら、とあるアプリを見つけまして、で車を呼んで実際今その車に乗らせていただいてる状態なんですけど、その車がちょっとあまりにも超高級車すぎたので、今回はフェルトに高級車を買ってきたらどんな反応するのかドッキリを仕掛けていこうと思います。というわけで、まあ、今回はまあ僕は運転できないので、この持ち主の方に運転をお願いしたいと思います。じゃあそれじゃあ目的地までお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。乗ること自体もなかなかないから、普通に乗ってることが今楽しい。いやこれあいつマジでビビるだろうな。質問なんですけど、はい、どうしてこのドライバーやりたいなっていうふうに思ったんですか？あ、僕はなんか最初に友達に紹介されて、はい、僕結構車が好きで、はい、ドライブするのがすごく好きだったので、はい、もともとドライブが好きでやられたみたいな。そうですね、はい。こういうなんか大学生とか若い人が多い感じですか？そうですね、いろんな方乗られて、はい、どんな方乗られてたんですか？結構僕が始めた頃はサラリーマンの会社帰りの方が多かったですね。このドライバー自体どうしたらなれるんですか？普通にこのドライバーはあのクルーの会社の方で、はい、審査があって。あ、審査があるんですか？はい、書類審査からあと面接も行って。あ、面接もあるんですか？はい、あと車の保険とか運転歴とか、あ、運転歴、そういうのが結構細かくチェックしてやってます。やってるみたいです。はい、というわけで到着しました。じゃあ最後お支払いの方お願いします。はい、これどうすればいいんですか？こちらのバーをこう動かしていただくと、この感謝料が決められるので、ご自由に決めていただいて、ピャッていきます。はい、じゃあこんぐらい。あ、ありがとうございます。こんぐらい。はい、じゃあこれと900円と、と費用の100円で1000円ですね。はい、そうですね。1000円。多分フェルトがもうこの辺にもいると思うの で電話で今呼んで、でちょっとドライバーさんには出てもらって、でそこで僕はまあ車の前にでも立ってフェルトを待ち構えて、そこで買っちゃったよっていうドッキリを今から仕掛けていこうと思います。あ、もしもし。あ、今着いたから。今どの辺いる？もう着いた？あー、普通に旅行に。あ、オッケーオッケー。今さ、俺車で来たから。車？あ、車タクシー？いや違う、普通に自分で車で来たから。今日白い車に乗ってるから、そこまで来てもらっていい？よし。なんだよ。疲れ。何これ？何これ？これ？何これ？どうした？買っちゃった。なきねえだろ。いや、マジで買った。いや、嘘でしょ。いや、本当。いや、めっちゃ貯金してたよ。前々から車欲しいって言ってた。いや、お前貧乏大学生でしょ。いや、車欲しいって言ってたじゃん。前々から貯金して、昨日買った。ねえ、なわけないでしょ。いや、マジ。え、じゃあ待って、これ免許証かなんかにして。いや、この車買ったとかなんか、いや、免許証でいい、免許証にして。免許証、いや、取ったって、先週。違う、見せろって、それを。見せんの？見せろ今。あのね、これ、実はね、ドッキリなんだよ。ふざけんなよ。何見えないよ、お前。びっくりしたですよ、ね、いや、したよ。